うわすげえ、俺初めて水でやるんだけど、こんなに柔らかくなるんだ一気に。スペースモンキーズ TV。 はい、Welcome スペースモンキーズ TV、 ようこそ、サルです。さあ、今日はですね、買ったものもらったもの全部ひっくるめてベスト5ランキングをね、やりたいと思います。今日は全く釣りに関係ありません、ちょっとあるかも。さあ、それでは行ってみましょう。まず第5位の発表です。ですね、まず第5位は、これはね、iPhone7 です。なぜ iPhone7 かと言いますと、なんで5位かと言いますと、これはですね、本当はね、 iPhone7S が出るまで俺は待ってようと思ったものだったんです。私の使っていた iPhone6 Plus が壊れたから。それがこちら。こんな感じで割れてしまったので、私は仕方なく iPhone7 を買いました。次、続きまして第4位です。第4位はこちらの、もう見えています、新しいスニーカーでーす。まずこちらが真っ赤なエアーマックスですね。こちら買いました。これ確かね、5000円以下だったと思う。めっちゃ安かった、新品ですよ。で、もう一個がこちら、ジョーダン1レトロ、これですよ。こちらもですね、結構格安で買いました。なんでかって言ったらね、展示品だったんですよ。なので、まあ新品なんだけど、まあ新古的な。で、次、合わせてなんですけど、第3位。第3位はいただき物です。それがこちら。スニーカーシャンプー。初めて使います、今日。スニーカーシャンプーピュア。これをちょっと使って、エアマックスレトロ磨いてみたいと思います。まあでもね、見た感じそんなに汚れてないんすけどね。でもスニーカーバカに合わせれば、こういったところに汚れがついてるのは許せないだそうです。俺も許せない。まあ、つまりこういうところにプシュッ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 と吹き出しまして、あ、これやべ、泡出しすぎたんちゃう、これ。あー、すげえ、超綺麗になってる。ほら、ピッカピカ。反対側ね、これまだ磨いてない方ね、これ磨いた方で、ね、めっちゃ輝きが違うじゃん。これはいいものもらったわ。こっちが磨いた方っすね、この輝き。で、こっちが磨いてない方。わかりますでしょうか、この輝きの違い。わかるかな。もうやっぱ全然ちゃうね、黒さが違うね、黒さがね。わかるかな。それでは第2位の発表、それはこちら、フィールドカルチャーの帽子とシャツ。こちらね、サンズさんからいただきました。いつもサンズさんお世話になっております、ありがとうございます。それでは見ていってみましょう。まずはこちら、これですね。もうね、動画で何回か登場してるんですけど、こちらの帽子、この迷彩は俺本当にね、お気に入りです。そしてもう一個、こちらのシャツですね。おお、結構こういう大きいシャツってダルってしちゃうんですけど、パリッとなってる、これはかっこいいじゃないですか。さんさん、いつもありがとうございます。それでは待望の第1位の発表です。それでは第1位の発表です。私がもらったもの、買ったもので、1位のものはこちらになります。パイレーツ・オブ・カリビア最後の海賊グッズセットですね。まず1つ目、僕がね、 iPhone を新しくしたと言いましたら、これ見てください。映画最新作のiPhone7 のケース、これをいただきました。これ多分価格にして2500円で売ってるんじゃないかな。めちゃくちゃかっこいい。そしてこれ、これカードケースっすね。で、こちら、これはもうね、 YouTuber っつったらこれですよ。トレジャーシリーズっすね。これちょっとね、ガリガリボリボリやってもちょっと時間的にかかっちゃうんで、一気に水で溶かしたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは行きますよー、ゴー。ジュ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 、初めて俺これ水でやるかも。いつもはね、電動ドリルでやってたんですけどね、水を含ませると簡単に開けられるそうです。さあ、どうだ、泡立ってきましたな。一気に溶かしていきましょうか。うわすげえ、俺初めて水でやるんだけど、こんなに柔らかくなるんだ一気に。サクサクサクって、何が出てくるかな、何かな、何かな。おお、おお、待てよ、同じようなやつが出てきたぞ。うわ、クリスタルストーンか、これ。
同じやつが2つ出てきた。っていうか、やべえ、ちょっと奇跡的なんだけど、ダブった。ダブったけど色違いだ。色違いが出てきた。白と黒のストーンアクセサリー出てきました。ちょっと奇跡。最近バスリばかりでね、こういった動画もね忘れがちになってしまいますので、バスリの他にね、私の動画を楽しみにしてくださっているファンの方にも楽しめる動画をね作っていこうと思います。こんな感じでまたね、時間を置いてね、面白いもの購入しましたベスト5とかでやっていきたいと思います。てな感じ、以上スペースモンキーズTVの私のいただきました購入しましたものベスト5でした。バイ。